猫が通りそうなんだろ、はい、猫が通りそうなね、うん、猫しか知らないニャーユンボキャットが言ってなかったっけ、俺猫なんだよ。え、そ、衝撃の事実ですね。そう、うん、犬だと思ってた。どちらかというとそうですね、猫です。一回ちょっとあっちが戻っていく感じで、はい、まあこう、はい、は春日通りでね、はい、落ちると上野の方です、御徒町、はい、ちょっと広小地での前に出ますね、うん、湯島天神とかって、ね、はいはいはい、こっちは水道橋、あの東京ドームの方、東京ドームの方、はい、水道橋は一回行ったよね。一回行きました。水道橋っていうか、はい、まあそっちの方行きますけど。お、あ、猫、ちょうどこの猫シリーズですよ。ユーマさん、仲間が売りに出されてる。え、まあ可愛いな。結構もう俺の方見てんじゃないかな。みんなの方見てるように見えます。俺の方にも。お前の方見てる？はい。いやこれ俺だろ。これは全員見てるような感じの。いや俺だろ。絶対これ事務所に入ってる猫ですもんね。え？事務所に入ってる猫ですもんね。そりゃそうだよ。はい。このミイラキャットっていうのはミーアキャットをもじってミイラキャットなんですかね。どれ？ん？何なんこれ？怖えな。はい。え、こんな入ってんの？これ開けたら。これが入ってるんじゃないですか。怖、怖くね？かわいそうじゃん。取り出し可能。はい。一応あのケースは立てて飾れるようです。スタンドも OK です。やりてえけど、ペイペイ使えないのかな。ちょ、ペイペイ対応してないです。ガチャガチャもペイペイ使えるようにしてほしいよな。最近金持ってねえときあんじゃん。あ、小銭とか。そうですよね。うん、はいはい。あれ不便だよ。ただまあそのやっぱあっちは早いですもんね。そのパッと出して。あとあの店員さんとかが嫌な顔するのが、あの耐えられないんだよ。あ、今も現金だと。ああもうセブンイレブンはいいけどな。あ、はいはい、自分で入れんじゃん。はいはいはい、はい、うん、思っちゃうから。お前なんかあれだろ、はい、あの小銭こうやってやって、はい、レジでぶなげんだ。そんなやついない。ほんとお前怖いな。そんなやついないでしょ。え、あの昔それこそ、まあ僕が前組んでた服部がコンビニでバイトしてた時に、うん、あのお前ハットリ好きだな。いや、ハットリって谷町4丁目の男ね。そうです、うん、谷町4丁目、はいはいはい、あの子ね。彼なんですけど、うん、彼があの東京来て、うん、まあ、ちなみにコンビニのバイトすごく、全部のコンビニのレジ打ちできるんですけど、ローソン、セブン、ファミマ、うん、全部いけるんですけど、うん、その東京来て、うん、コンビニで働いたんですって、うん、したらあの元世界バントム級チャンピオンの山中慎介選手が来たんですって。おうおう、で、お、山中さんだってすごい、なんかあいつもわかんの、わかった、はいはい、で対応しながらちょっと興奮しちゃって、うん、やっぱ緊張するじゃないですか一応。そりゃそうだよ、はい、うん、であのお釣りの小銭を山中選手に渡そうとした時に、うん、あいつはちょっとこうポロって落としちゃったんですって、はいはい、ポロって落ちて、うん、もうその地面につきそうな瞬間に、うん、山中選手が左手パッってやって、うん、パッって掴んで目の前で神の左見たらしいです。マジか、はい、驚いてなかった、はい、動体視力から何から、はい、神の左さすがだなっていう。さすがだな、はい、いや、一応なんか涼しくなってきたと思ったら今日はちょっと暑いですよね。そうなんだ、昨日寒かったじゃん。はいはい、これ風邪ひくよ。そうですね、うん、寒暖差で何にも思い通りになんねえよ。次も寒いぞ。あ、でも3月前寒いじゃん。はいはいはい、何なんだこれ、生まれたからには生きてやるよ。最近ブルーハーツをまた原点回帰ですごい聞いてるから。あ、うん、やっぱこう
若い頃に聞いた時と感じ方変わりますか？まあ、常に聞いてるからね、でも。あ、うん、なんか河本ひろとさんが、うん、あのフォークデュオみたいなフォークユニット、 あれ前からやって、はい、あのゆかだんの人だ。そうですそうですそうです。なんか最近またアルバム新しく出たみたいですね、うん、ブギレン。ブギレンね。誕生日はタルト。3月24日、はい、楽しみにしておいてください。ここのタルトで嫌、うん、だ。いやいや嬉しいですけど。うまそうだ。うまそうですね、うん、タルトとかでも食べます？ユンボさん食べます？タルト。お前タルトとユンボはもう切っても切れねえぞ。あ、そうだったんですか。それぐらい、うん、タルトってでもいつ頃からですか？なんか割と最近なイメージもあるし、まあでも昔からあるんだろうけどみたいな。まあでも登場はもう俺大人になってたかな。まあそんぐらいじゃない。10代、まあ、高校生の時はまだ一般的じゃなかった。はいはいはい。まあ俺みたいなやつはもちろん知ってたけどね。ああ、うん、スイーツタルト&にしようって知らなかった。タルト&いいですね。タルト&いいな。いいですね。変えようかな。ユンボ&誕生前の話だからな。はいはいはい。タルト&。そういうことですよね。うん、いいタルト&いいな。タルト&いきますか。アンドタルト、どっち？どっち？アンドタルトもいいですね。タルトが結構なんか語呂を良くする作用がある。タルト&。はい。タルト&のオールザイントニッポン。はいですね。お、いいな。はい。タルト&の全日本歌謡選抜。あ、いいな、いいな。タルト&のミュージックカレッジ専門学校。いいな、いいですね、うん、タルトの響き。え、タルトいいですね。お前も帰るよ。じゃ あ僕もタルト拾って。お前スータルト。タルト拾った。スータルト。たまたまということにしようよ。たまたまタルト拾った。タルト拾った。お前シュークリームの拾ったにしろって言ったら。 ありましたね、はいはい。あ、でもそれではもうジョブギアになってたか。そうですね、その時は。なんだよ、タルトアンド。タルトアンドいいな。これは文京シブクセンター。ああ、はいはい。前も水道橋の時一回訪れましたよね。うん、これ高田県遊園地を見てきた。あ、これもね、前行きましたね。なんかあれですね、やっぱユン散歩の点が今線でつながってる感じがしますね。近くばっかり行ってるから。これはね、白山通り。はい、うん、こっち行ったら、はい、あっちの巣鴨の方だね。はい、こっち行ったら神保町の。神保町のタルト早くしろ。はい。ヒロタの場合はヒロタタルトだな、下だな。あ、ヒロタタルト、うん、ヒロタタルト。ヒロタ、まあ僕名前ヒロタヤストなんでちょっと、うん、タルト感もすでにだからスーッと入ってくるんだろ。はい、はい、うん。そうか、ヒロタタルトいいじゃん。ヒロタヤスト、ヒロタタルト、はい、ほぼ母音は一緒なんで、うん、はい、いいじゃん、ヒロタタルト。こうでもこういう印鑑屋さんも、うん、これもなかなか潰れないところありますよね。あるある、うん、これも謎ですよね。でも印鑑だけじゃねえな、これ。ここは印鑑だけか。はいはい。まあ、印鑑文化もなくなるだろうしな。あ、うん、はいはい、もう。お前自分の実印持ってんだろ。実印あります、はい。何、そのために作ったの。何でしたっけね、なんでだっけな、ちょっとあんまり覚えてないですよね。俺あれ高校卒業の時もらったやつだな。へえ、いまだにそれを。いまだにっていうか、それたまたま持ってたから、はいはい、実印、印鑑証明して、自分の証明しない、はいはい、しなきゃいけないんで、はいはい、うん、それ入れたんだ。ユンさん、でも、ああいう印鑑とかなくしちゃいそうですけど、ん、印鑑とかちょっと なくしそうなイメージがあるんですけど、なくすね。
本当にあの GPS つけとかないと見つかんない。前この辺にサイゼリアあったんやけど、そこあれなんだよ、モーニング食い放題。え、そういうとこもあるんですか。いや上がホテルで、はいはい、だから宿泊客はそこで朝食ってんだけど、はいはいはい、まあ、一般にも入れんだよ。はいはいはい。お前どうする、お前ミラノ風ドリア食い放題だぞ。いやすごいっすねそれ、うん、やべえよ。もうみんなミラノ風ドリア食うの待ってんだよ、あの亡くなったこの新しい風の。はいはいはい。ただ夢のような朝食、夢のようなっていうかこれが夢じゃねえかなと思った。うん、叶ったみたいな。いやいいですね、やっぱそういうところ提携してるところはね、独自のサービスで面白いですね。そうそう、まあほら、まあ、ホテル大体朝バイキングじゃん、はい、だからそれでなのかな。うん、へえ、あれじゃないですか。あ違うか、何と間違えた今。セブンイレブンと間違えたろ。セブンイレブンのあの色がグリーンがグリーンと白が、完全にサイズリアがと見えるかな。中央大学と文京シビックホール、高校の時の社会の先生が、うん、おうおうおうおお知らないか、うん、あの中央大学出身で、ああ、まあ、剣道部の人なんですけど、おうおう、で当時あのプライドとかに出てた桜庭選手、うん、桜庭和志さん、うん、はい、中央だ、はい、うん、ちょうど同じ時期だったみたいで、あそんな桜庭選手のエピソードを聞かせていただいたりしましたね。結構やんちゃだったとか、あレーシリングブリッジ時代、はいはい、うんうん、桜庭選手は大好きだよ。すごいですよね、あの人もだいぶ格闘技界を盛り上げてくれた功労者というか、ナンバーワンだよ、すごいっすね、MMA においては。はいはいはい。あの人以上にやった人はいないよ。うん、どっかねえな。やっぱジェットコースターダメですか。いやビビってねえけどな。あそうですか。全然ビビってないけど。あの別にみたいな、もっと楽しいことありますよ。そのスタンスね、はい、やっぱり。まあジェットコースター最後乗ったのいつ。最後乗ったの、まあ、でも本当10年前とかじゃないですかね、出したら、はい、どういう状況。あれ何でしたっけね、なんかどっか旅行行った時にあった先のちょっとした遊園地だった気がするんですけど。それね、全然怖くないやつだろ。怖くなかったっすね。ビビってんじゃないの。あ全然あれでしたね、それはもう。こう感じじゃない、本当こうだ、この感じでだ、ここか、東京ドームが、ん東京ドームが、うん、そうだですね。あの怪我さえなきゃ俺もあそこで活躍してたのにな。なんかのタイミングでどういった怪我を、え？どういった怪我をされたんですか。なんかね、あのタンスに思いっきり小指ぶつけたんだよ。はい。ほんで、まあそんなのよくあるじゃん。はい。で3日続けて同じことがあったから、はい。向いてないなとスポーツは。それでか。